昨年、新型コロナウイルス感染症が米国において死亡原因の第3位を記録したと、ロイター通信と米国 CNBC が22日に報じた。米国疾病予防管理センターによると、昨年米国で死亡した人は345万8697人だったが、このうち心臓病による死亡者が69万321人で最も多かった。は60万4553人で2位。 新型コロナウイルスは46万513人で3位を記録した。続いて、不慮の事故による死亡が4位となり、21万9000人を記録した。人口10万人あたりの新型コロナウイルス死亡者数は、2020年の93.2人から昨年は111.4人となり、約20%増加した。また、人口10万人あたりの新型コロナウイルス死亡者数を年齢別に見ると、 1>, 1から4歳と5から14歳は0.4人で最も少ない反面、85歳以上は1395.7人で最も多かった。ただし、このような数値は2020年より少なかった。すべての死因を網羅した米国国内における人口10万人あたりの死亡者数は、2020年の835.4人から2021年は841.6人となり、1%近く増加した。 月別では1月6月に死亡率が最も高く、年齢別では5から14歳の子供の死亡率が最も低く、85歳以上の高年齢層が最も高かった。今回の研究では、昨年1月から12月までに発生した米国居住者の死亡診断書をもとに行われた。米国では2020年に新型コロナウイルスの大流行が始まって以来、 98万7千人ほどが同ウイルスによって死亡したことが分かった。